日本維新の会参議院議員鈴木宗男から皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。どうぞお越しの間よろしくお願い申し上げます。背が低いもんですから体を使わせていただきます。あとは我が日本維新の会総会をしてますけども、東さんは足が長くていいですね。私はもう背も低く足も短いもんですからですね、大丈夫に頑張っていただきます。皆さん夕刻の時間お騒がせしますが、待ったなしの選挙ですからお許しをいただきたいと思います。私は日本維新の会所属参議院議員の鈴木宗男であります。生まれも育ちも北海道であります。21の時から仲間は一郎という政治家の秘書をやりまして今日に至っております。もう52年永田町で生活をしております。私は昭和58年35で衆議院議員になりました。そして13年後には大臣の経験もしました。で14年後には官房副長官もやりました。15年後には今でいう自民党の4役選挙対策委員長総務局長をやったもんであります。そこまでは順調だったんです。20年目までは順調に鈴木宗男を来たんですけども、小泉純一郎田中真紀子と喧嘩したら逮捕までされてしまいました。皆さん政治の世界は権力闘争ですから気に食わなければ皆さんやられてしまいます。ただ考えれば戦国の時代ならば打ち首ですが、今は民主国家ですから首を取られることはありません。だから私は諦めないで頑張ってきたからまた国会に復帰することができたのであります。皆さんもう私も73であります。おかげさまで国会では25年以上国会議員をやりますと永遠表彰といってですね、国会の中に額がかかるんです。私はおかげさまでその額のかかっている政治家の一人であります。京都では今この選挙区伊吹さんがおられますが、伊吹さんと私は同期当選です。そこで皆さんこれもここだけの話です。伊吹さんがいると私はこの京都一区には来れませんでした。京都の応援ではそれは伊吹さんがいるからですね、やっぱり京都の市民なんです。友情から言っても入れない。ただ今回伊吹さんが破られます。そこで日本維新の会は堀場さんを聞いていました。伊吹さんにも私は話をしました。堀場さんという良い人が立候補する、ついては堀場さんの応援に行くと話したら、さすが伊吹さんです、鈴木さん俺が出ないんだからそこは堂々と堀場さんやってもいいよ、ここまで皆さん私が伊吹さんの腹の太いところだと思っております。そこで皆さんこれからが大事なんです。いいですか、この一句共産党と伊吹さんが戦ってきました。皆さん共産党とはどういう政党か知ってますか。はい、ここはしっかりわきまえてください。広場を指定して決め合いを指定する、天皇制も認めないんです。自衛隊も認めない共産党ですよ。そして皆さん今なお地で地を争っている皆さん、革命によっての政権奪取なんです。今回の選挙皆さん共産党は立憲民主党にすり寄ってます。立憲民主党も共産党の力を借りて議席を伸ばしたい思惑は一緒なんです。共産党の皆さん今はソフトの線ですけども、中に入ったら皆さん低い虫なんです。柱を振っていって倒す、立憲民主党はそれに気がついてません。そんなことないよ。
皆さん、そんなことないけど、あなたは私の話を聞く必要ないんです。聞くならば黙ってしてください。それが常識なんです。あなたみたいなこと言う人がこの京都にいるだけでも京都の恥だと私は思っております。人が話してくれ、黙って聞く。それがですね、皆さん、大体共産党のワクチンってのはこういうこと言うのがですね、共産党の黄色いシャツは着てるけど心は真っ赤ってやつなんです。私は共産党の政治は絶対許さない。これがそれに無理の信念であるし、これで生きてきたんであります。どうか皆さん、こういう輩がいるだけでも皆さん民主主義じゃないんです。世の中には常識というものがある。それをわきまえられないだけでも皆さん、私はいかがなものか。そういう共産党が抜本する政治は私は絶対許してはいけないし、戦っていきたい。どうですか皆さん、これが政治家の信念だということをですね、お分かりをいただきたいと思います。皆さん、今日本に何が必要か。改革であります。その改革というのは、良き文化、良き伝統は守っていくということであります。皆さん、よく保守という言葉がありますが、日本維新の会は健全保守、中道保守であります。保守というものは、良いものを守る、良いものを受け継ぐ、そして時代に合った改革をする、変えていく、これが本当の保守であります。今皆さん、コロナ禍で皆さん方の生活が大変ではないでしょうか。サラリーマンの皆さん、給料上がってますか？ボーナスもらえてますか？もらえてませんね。そういう環境の中で国会議員だけがのうのうと135万も給料もらってるのは私はダメだと思ってるんです。ボーナス500万円ももらっている、これはいけないと思ってるんです。今みんな大変なんですから、お互いが皆さん身を削り血を流すことが必要なんです。特に政治家が率先してやらなければいけません。政治家が身を削り血を流せば、皆さん方も国会議員がそこまで努力するならば我々も協力しよう。これが皆さん信頼ではないでしょうか。我が日本維新の会は国会議員の給料3割カットを言っております。実行してきてるんです。去年でも夏のボーナスは64万円3分の1返上です。冬のボーナスも60万円返上です。冬までの見るもんかというと 5% ボーナスカットしたものですから、その 5% 引けば60万円。皆さん、これをやってるのは日本の成長の中では日本維新の会だけなんです。このことを覚えておいてください。そして皆さん、国会議員は3割削減をする、これが日本維新の会の訴えであります。我々国会議員は1人年間1億使ってます。給料から秘書の手当から文書通信交通費1人1億ですよ。2年前皆さん、参議院選挙で参議院は6人増えました。人口が減ってるから国会議員の数を減らすのが当然じゃないですか。それを皆さん自民党を与党は増やしちゃったんです。無駄じゃないですか。どこを無駄にしてますよ。日本維新の会は衆議院議員が今465名いる。それを3分の1だから152、3人をカットする。参議院は246人いる。これを3分の1カットする、71人切るんです。そしたら皆さん、黙ってても250億の金が動くんです。衆議院参議院の職員も3分の1切ります。これだけでも1000億のお金が動くんであります。じゃあ皆さん、1200億を子育て支援だとか少子化対策だとか教育の無償化に使う、これが皆さん生きた金だと思いますが、いかがでしょうか。
日本維新の会はそれをやろうとしてるんです。だから皆さん、改革の政党なんです。今身を切る覚悟と決意が求められているんであります。どうか皆さん、そのことをご理解いただきたいと思います。私は今73です。天国と地獄を経験しました。よく波乱万丈こんなことがありますが、私は波乱万丈以上でした。35で国会議員になって、49で大臣もやってですね、官房副長官、総務局長ともやりました。しかし皆さん、権力闘争に巻き込まれて逮捕までされております。しかし私は諦めないんです。同時に私はやましいことはしてないし、間違ったことはしてません。小泉純一郎を頼っておったことを気づかしたから反対されただけであります。だが多くの人は私を知ってるから、私にまた看護の機会を与えてくれたんです。私の友人に松山千春さんという人がいます。彼は人気官僚です。私を応援しても彼にとっては不利です。しかし松山千春さんは、鈴木宗男が逮捕されようが地獄に行こうが、鈴木宗男が選挙に出るならば俺は一緒になって戦うと言ってくれます。皆さん、これだけでも鈴木宗男の真実があるということを分かってください。今地の巨人と言われている佐藤勝さんという人がいます。佐藤勝さんは外務省にいるとき、外務省の官房長からお前が鈴木を撃て、お前が鈴木を撃ったらお前が助けてやると、そそのかされました。正直佐藤さんも言いました。ほら官房長、お前誰のおかげでこっちにあるか、鈴木先生のおかげでないか、この人でなしが、私はテーブルは一本足だ、鈴木先生を信じて最後まで鈴木先生についていく、こう言ってくれました。しかし彼は逮捕されました。それでも彼も頑張って、今や皆さん地の巨人と言われてベストセラー作家であります。私はこの松山千春さんや佐藤勝さんがいるだけでも、鈴木宗男の真実は証明されていると思っているんです。その鈴木宗男が自身と責任を持って、この京都一区では堀場幸子さんを何とか働かせていただきたい、国会に送っていただきたい、こう願っているんであります。皆さん、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、福祉国家と言われております。なぜ福祉国家か、国会議員の3分の1が女性であります。閣僚の半分は女性であります。だから皆さん、消費税 20% でコースなんですよ。国民が理解するんです。家計を預かる女性が幸福なんていこう、信頼に足る、それが現実的だ。だから法は皆さん、福祉国家なんです。私は日本は中福祉の中負担です。私は今のレベルは下げてはいけないと思います。福祉はある程度を下げちゃ気が動きます。制度を作った以上は守らなければいけません。じゃあ守るためにはどうすればいいか、お金がかかる。じゃあそのお金はどうしたらいいか、無駄をなくす。その無駄は国会議員の削減であり、給料確保であり、見送る決意と覚悟だ。その国会議員がそうすれば、この京都の知事の報酬も、あるいは市会議員の報酬も、職員の報酬も皆さん削減される。その浮いたお金で福祉や教育や生きたお金として使えることがあるんではないでしょうか。どうか皆さん、これが改革なんです。その改革を堀場さん、そして鈴木宗男、今日は日本維新の会総務会長、あとは参議院も来ております。我々はしっかりスクラムを組んでやっていきたい、いや、やらせていただきますと訴えているんであります。どうか皆さん、堀場幸子、女性の視点で
ります。2人の子供たちをしとめます。私の娘も今4歳と2歳の子供を育てながら国会議員であります。今回外務副大臣になりましたけども、うちの娘はまだ32歳であります。堀場さんと同じ世代であります。女性がしっかりとスクラムを組んで訴えていけば日本は変わっていきます。どうか皆さん流れを変えましょう。その流れは皆さんの声が、皆さんの思いが伝わる政治であります。さらに皆さん、物の言える人がいいんです。声を出せる人がいいんです。今いるのが声の出せない人がいるんです。出したくても言えない人がいる。その声なき声に寄り添うのは皆さん政治ではないでしょうか。鈴木宗男はそれをやってきたから今ここに立っているんであります。どうも皆さん、堀場幸子、堀場幸子、日本維新の会が責任と自信と誇りを持ってこの一挙に擁立する堀場幸子、堀場幸子に力を貸してください。鈴木宗男、心から皆様方に御礼申し上げて、この場でもご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。鈴木宗男参議院議員でございました。おそに熱い訴えをいただきました。どうもありがとうございました。それでは次に東徹参議院議員に訴えを、マイクを回したいと思います。どうもよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、参議院議員の東徹でございます。今日は鈴木宗男さんと一緒にですね、京都一区の堀場幸子の応援に来させていただきました。私、参議院議員の東徹は、日本維新の会、維新の会を作るとき、橋本徹さん、松井一郎さん、そして吉村ひろみさん、一緒になって、この維新の会を作ってきた、その時のメンバーでございます。いや、鈴木亮先生からいろんな話がありました。やはり改革、改善なくして成長はありません。皆さんからいただいている貴重な税金、その税金が無駄なところにいっぱい使われている。そういったことをなくして財政を生み出し、そして教育の無償化、こういったことにしっかりとお金をつけていく。何よりも大切なのはこれからの子どもたち、この日本を支えていく子どもたち、そういった子どもたちを支えるためにも教育の無償化が大事なんです。大阪ではやってるんですよ。吉村博文知事、大阪の公立大学無償化やってるんです。それだけ教育の無償化に力を入れてるのは維新の会なんです。ぜひ皆さん、維新の会ただただ切るだけではありません。身を切る改革は政治家のあり方を変えるためにやってるんです。我々が選挙の前に言うことだけ言ってやらない、そんな政治がおかしい、言ったことは必ず実行していこう、そういう実行力があるから、吉村博文は今大阪でもあれだけ人気があるんです。ぜひ皆さん、堀場幸子、今日は鈴木宗男さんと一緒に応援に来させていただきました。あとでもう一度鈴木宗男さんからも最後に一言いただきたいと思っております。ですから早めに堀場幸子さんにマイクをつながせていただきたいと思います。それではどうぞ皆さん、堀場幸子さん、京都一区支部長、ぜひとも堀場幸子、皆さんと対する訴えを聞きなさい。よろしくお願いいたします。大きな声でお騒がせいたしております。私、日本維新の会、維新です。衆議院京都一区支部長をしております、堀場幸子、42歳でございます。本日はこの大きな市場変わらずの交差点で会場活動をさせていただいております。参議院議員の鈴木宗男議員と
東徹議員に応援をしていただいてお話をさせていただいております。現在私2人の子どもの子育てに奮闘しながら政治の世界を目指して頑張らせていただいております。子育てをしていると君たちの未来は本当に明るいよと胸を張って言ってあげられるのかな、そう思う場面が非常にたくさんありました。なんだか子供を育てるためにだけ働いているような、保育園のお金だけを保育園のお金を稼いでいるような、そういった感覚になることもありました。子供を育てること非常に楽しいはずやのに、なんだかすごい焦りを感じたり、社会にちゃんと戻れるのかな、いろんな漠然とした不安を抱えて子育てをやっていた記憶があります。そして私は政治を諦めていました。どうせ私なんか何かやっても変わらへん、雲の上の偉い政治家の先生が何やら上手にうまいことやってくれていいんやろ、そう思ってきました。でも今私たちの声が本当に政治の世界に届いているのかな、そう思った時にやっぱり当事者の声を伝えていく、この仕事をしなければならないと思いました。このコロナ禍で子どもたちに対する教育的な影響まだ全然分かっていません。私昨年度まで学校の現場におりました。子どもたちがどういう影響があるのか、コロナじゃないと呼ばれないためにはスピーディーで的確な現場の声を反映した、そういう政策が必要なんです。そういうものを作っていくためには現場の声を国に生かしていく、地方の声を国に生かしていく、こういう形で政治に取り組みたいと思っているこの日本維新の会のこのやり方が絶対に必要だと思って、私は日本維新の会から政治の世界を目指して頑張ろうと思いました。日本維新の会、京都ではまだまだ小さな政党でございます。それでも絶対京都を再生するんや、絶対京都を良くするんやというみんなで一致団結して頑張っております。まだまだもっともっとやらなあかんことがある。私の地元の京都、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんから受け継いできたこの京都、絶対よくせんとあかん。今の京都の状況を見たら絶対になんとかせんとあかん。今こそこの維新の改革がこの京都に必要なんやと強く思っております。今こそ改革の時、京都は今こそ改革の時なんです。20年間ずっと100億円規模の赤字をずっとやってきた京都市です。20年前にちゃんと改革してれば今は違うんです。20年経って今しんどい私たち財政破綻の危機です。これをそのまま20年後に持っていくんですか。変えることは勇気がいります。同じこと続けてる方が絶対楽なんです。けど今ここで京都を変えなければいつ変えるんやと、今ここで私の大事な地元の京都を変えへんかったらどうやって子供たちにこの素敵な京都をつないでいくことができるんやと考えたときに、私は政治の世界を目指そうと頑張ろうと決めました。子供たちのその明るい未来をどうやって作るのか、皆さんの声をたくさん聞いて同じ目線で見て、そして一緒に考えて前に進んでいく、そういう政治をこの京都でやりたい。そしてこの京都で政治を良くするためにはこのしがらみばっかりの京都のこの政治を変えなければならないと思っております。京都の政治はしがらみばっかりです。なんか偉い団体の人たちが偉い先生に声をかけて、そしてこの団体の意向のためにやっていく、こういう政治がずっと京都では行われてきました。でももうそうじゃないでしょ。どんな団体に所属していても、どんな宗教を信仰していても、自分が変えたいと改革が必要だと思ったら自分の気持ちで選択していく、そういう時代になってほしい。
それがしがらみのない政治であり、これが本当の民主主義なんだと思っております。自分のどんな所属している団体のどんな意向があっても、ちゃんと自分の未来を選択する、こういうことができるようになりたい、そして皆さんとそういう社会を作りたいと思って、この私の大事な京都から絶対京都一区で出るんやとずっと決めて頑張ってきました。京都一区で出る、これは非常にハードルが高かったです。京都はなかなか難しいけどね、私の地元なんです。絶対良くしたいんです。京都から国の形を変えたいんです。そう思って頑張らせていただいて、この京都一区の支部長やっとなることができました。ありがとうございます。私の大事な京都、お父さんお母さんからおじいちゃんおばあちゃんから受け継いできたこの京都、絶対よくしてやる。ここで育った子どもたちが幸せだったなって、いろいろな神社仏閣、私だったら遠いですけど、見ながら育ってきた、これは世界中だって全然ないことなんです。こういった素晴らしい京都、そして宿命的に背負っているものを理解して京都を前に進めていく、そのために国に行って先頭に立つことがある。私は京都で使える権限、財源、そして人を増やす地方分権をやりたい。だから京都から国の形を変えていくんだと頑張らせていただいております。どうか京都でも日本維新の会ご支援をいただきまして、温かいご支援をよろしくお願いいたします。本日は大きな声でお騒がせいたしております。日本維新の会維新です。本日は鈴木宗男参議院議員に、北海道から今日大北海道でやってますか、北海道から応援に駆けつけてくださいました。もう一度応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、今堀場さんの話を聞いて、私は言葉に力があると思いました。そして皆さん、この堀場さんの目を見てください。目力があるんです。皆さん、目は普通ほどに物を言っているんです。目を見れば真剣に分かるんです。私は堀場さんに会った時から、この女性は頑張れる、この女性はやる気がある、伝わってくるものがあるんです。どうか皆さん、堀場幸子に力を貸してください。堀場幸子のためじゃないんです、皆さん方のためです。何よりも愛する京都のためです。そして皆さん方の子供たちや赴くの時代のためにも、いい政治が必要なんです。そのいい政治は皆さんの声と思いが届く政治なんです。堀場幸子はできるんです。どうか皆さん、堀場幸子はできます。力を貸してください、力を貸してください。14日が解散、19日が公示、31日投票日です。もう時間との戦いです。さあ皆さん、この日本のこと、日本の歴史の原点、京都一区から新しい歴史を作ろうではありませんか。鈴木宗男、堀場幸子をしっかり支えてまいります。日本維新の会が自信と誇りを持って堀場幸子を応援してまいります。しかし皆さん、皆さんの協力などして堀場幸子には従いません。どうか皆さん、人生100年時代というならば、女性の視点、女性の感染が必要です。新聞の技で頑張っている、しっかり2人の子供を育てている堀場幸子には、皆さんの痛みや苦労が分かるんです。今多くの人がコロナ禍で苦しんでいる、悩んでるんです。その悩みや苦しみを皆さん、堀場幸子にぶつけてください。必ず堀場幸子を受け止めます。頑張ります。どうか皆さん、
本維新の会、鈴木宗男参議院議員でございます。ただいま森正彦京都一区支部長とともに皆様のところにご挨拶に回らせていただいております。いよいよ衆議院選挙まもなくとなってまいりました。我々日本維新の会としてはやはりね、国民のそして京都市民の声がしっかり届く、そういう政治をやっていきたいです。今、鈴木宗男参議院議員と、そして東京都一区支部長の森正彦が皆様にご挨拶させていただいております。本当にこの京都、どうしていくんだ。いろんな方から我々、維新の会、市会議員団にもお声をお寄せいただいております。そして政治がしっかりしてくれよ、そういう声が本当に今高まっております。そしてそのために我々としてはやっぱりね、みんなの声ちゃんと受け止めて、そしてはっきり発言する、そんな政治家を一人でも多く誕生させていきたい。そして何よりも私たちのこの京都から誕生させていきたい、そんな思いで日本維新の会、京都市会議員団も府議会議員団も全力で今森正彦を応援させていただいております。今日は森正彦の応援に鈴木宗男参議院議員、そして東徹参議院議員もこちらに駆けつけて皆様にお伝えをさせていただきました。ではもう一度改めまして、森正彦からお伝えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。大きな声でお騒がせいたしております。日本維新の会、維新です。衆議院京都一区支部長をしております。堀場幸子、42歳でございます。本日はこの市場川山市のここで市政特化を用意してたこの高島屋さんの前でこんなふうにお話をさせていただけるようになるとは全く想像しておりませんでしたが、頑張らせていただきたいと思っております。日本維新の会、大阪では吉村知事、コロナ対策に苦戦しながらも非常に前向きに頑張っております。そしてそこでいろいろな課題が分かってくる、この現場の声を持って国会議員の先生たちは菅内閣総理大臣にコロナ対策に関する提言第9弾9月にも出させていただいております。初期医療の体制の構築、それはつまりしんどくなったらお医者様に診てもらえて治療が受けられてお薬がもらえる、この体制をいかに早く作るのか、その体制を作るために頑張らせていただいております。そしてその間の経済対策として持続化給付金の第2弾や30兆円規模の生活支援をしていこうとお提案させていただいております。日本維新の会、現場の声を国に持っていく、地方の声を国に持っていく、そういう政党でございます。いろいろなこと言われますが、完全に現場主義なんです。現場にどのようなことが必要なのか、これをしっかり見て、しっかり聞いて、そしてそれで政治を変えていこう、そういう政治姿勢でございます。私、教育の現場にいました。だからこそ教育改革やりたい。今の子どもたちに必要なこと、もっともっとある。質を落とさずに教育も消化していく。だってまだまだ経済の格差が教育の格差になっているからなんです。だからこそ絶対に教育の無償化のために頑張っていきたい、そのように思っております。また自分が子育てしてしんどかった、だから子育ての改革と、そして働き方、これを一緒になって考える、そして社会保障をもっと今の時代に合わせて作り直していく、根本から大改革するんやと、これがやりたいと思って政治の世界を目指して頑張っております。どうぞ京都でも日本維新の会、まだまだ小さな政党でございます。
それでもしっかりと前を向いて一歩ずつ歩いていく、京都を再生するために頑張っていく、これが日本人の会の京都での日本人の会です。どうぞ京都でもご注目いただきまして、温かいご支援をよろしくお願いいたします。大きなマイクでお伝えいたしました。こちらは日本維新の会京都一区の支部長の森山達人、森山達人でございます。本日は、教会の上に、皆さん、お話